20代女性ブログ読者様からのご質問です。はい。いつも三木谷先生のブログや動画を楽しく見させていただいてます。はい。先生に質問があります。はい。よくテレビで見ていてそんなに可愛いと思わないのに、うん、実際に会ってみるとすごく可愛く見える人っているじゃないですか。はい。逆にテレビで見るとすごく可愛いのに実際に会ってみるとそんなに可愛くない人もいますよね。はい。はい。あれで、なんでなんでしょうか。はい、はい、という質問ですかね。はい、という質問です。はい、わかりました。そうですね、確かにテレビで見てると大して可愛くないとかそんなんでもないなって思ってても実際ね、何かのきっかけで目の前にし会ってみるとすっごい可愛く見えたり、はい、なんでこんな可愛かったんだって思うことあるし、はい、あと逆にテレビだとすっごい可愛くてみんなから可愛い可愛いって言われてるんだけど実際目の前にいて会ってみるとあそうでもないなって思うことってありますよね。確かにね。はい、うん。でなんでそうなるかっていうとね、はい、まあいろんなことがあるんだけどまずテレビ画面で見る女の子と目の前に女の子がいてそれを直接見るっていうのは条件が違うんですよね。はい、うん。そうなんですね。だってまず大きさにしても、はい、目の前に女の子がいる場合は、はい、もう実物大じゃないですか。はい、顔がちっちゃい子だったら本当にちっちゃいし、体が細い子は本当に細いし、はい、体がちっちゃい子は本当にちっちゃいし、はい、ただテレビって引きで映ったりとか、はい、あとアップで映ったりとかいろんな条件で映るから本当にその人のサイズとか分かんないですよね。まあ隣にいっぱい比べる人間がいれば、はい、なんとなくは分かるけどそれでもやっぱり画面上で見るからはっきりとは分からないし、はい、あとテレビっていうのは基本的に画面から液晶の光を出すことによって映像を映してるわけだから、はい、光ってるんですよね。だから基本やっぱ膨張してるんだよね。そうですね。だからそうテレビで見ると結構顔が大きいなとか、はい、体もごっついなって思っても実際目の前にいると、あこんなに顔小さかったんだとか、こんなに体ちっちゃくて華奢だったんだって、こんなに体細かったんだって思うことはありますわね。はい。うん、そうですね。あとは、はい、肌が綺麗かどうかっていうのも、やっぱりテレビじゃわからないんですよ。そう目の前に本人がいれば肌の綺麗な子だったら近くで見てうわすごい肌綺麗って思うんだけれど、テレビ画面だとね、はい、まああんま分かんないですね。まあ、さっき言ったようにテレビ画面っていうのは光を発して映像を出してるから明るく見えるんですよね。そうなんですね。うん、あと、まあ、バラエティ番組とかでも、大抵その正面からものすごい強い光を当てて、顔面をもう真っ白にした状態でテレビで映すわけですよ。だからそう、小じわとか毛穴の開きとか、はい、くすみとかも光が強いからそれ全部飛んじゃって、一般的にね肌が綺麗に見えちゃうんですよテレビだと。そうなんですね。うん、で化粧だってしてて、まあバラエティ番組とかニュース番組とかでも大抵スタジオで撮る場合はメイクさんがしっかりとメイクして、はい、シミとか小じわとか目立たなくなるようにするしね。うん、ただまあロケとかだと、はい、あんまり光が強くなくてちょっと小じわとか映っちゃうこともあるし、はい、あとまあ最近地デジでかなり解像度も強くなってて画面も大きくなってるから、アップで撮るとちょっとシミとか小じわとか、はい、毛穴の開きとか映っちゃうこともあるけど、まあ、まあ引きで撮る場合とかは肌が大体に綺麗に見えちゃうんですよテレビは。そうで、逆に肌がすごい綺麗な人でも、はい、テレビで見ると周りの人とそんな変わんないから、テレビに映る人って肌が綺麗な人って損してて、逆に肌が汚い人の方がその分得をするんだよね。同じように見えちゃうから。そうなんですね。うん、だからテレビで別に肌が綺麗だって思ってなくても、実物が目の前に行ってその人が肌綺麗だと、まあ、こんなに肌が綺麗なんだって、その分やっぱ評価が上がりますんで、そうですね、そう可愛く見えちゃうっていうのはありますわね。そういうことだったんですね。うん、ありがとうございます。うん、まだ、うん、まだ続きありますよ。はい。はい、あとはね、はい、テレビ映えする顔ってあるんだよね。うん、そう、ね、そう大抵ね目が大きい子で、まあ、顔がちっちゃいと余計相対的に目が大きく見えるんで、はい、顔がちっちゃくて目が大きい子はテレビ映えしますよね。
大抵人間がね、人間の容姿を見る場合ってまず目を見るから、目が大きい子だとインパクトが強くて、目がその人に行くし、やっぱり目が大きいと愛らしい顔になるから、目が大きい女の子はテレビ映えする。で、周りに目のちっちゃい子とか普通の大きさの目の子がいると、やっぱり目の大きい子の方をやっぱり見ちゃう、可愛いって思うことがあるんだよね。うん。だけど目がちっちゃくてもすごい バランスが良くて整ってて可愛い子っているんだよね。だから目がちっちゃくてあんまりテレビで目立ってなくても、実際目の前にいると肌も綺麗で整ってって、目鼻筋とか顎の立体感も綺麗で、あ、すごい可愛いなって思うことはありますがね。うん、そうですね。バランスがもう大事ということですね。そうですね、はい、目が大きい子はテレビでは得しますわな。そうですね。うん、まああとはその勝手に見る方がハードルを上げすぎたり下げすぎたりするっていうのもありますわね。はい、そう、例えばテレビではブスキャラっているじゃない、はい、ブスブスってそのブスをいじっていいキャラの女の子いるじゃない、まあ、大抵そのブスをいじっていい子って結構可愛い子が多いんですよ。特にアイドルとかモデルさんとか、本当のブサイク顔だったらブスブスなんて言えないじゃないですか。お笑い芸人は別として、アイドルとかモデルの子とか歌手の子に本当にブサイクな子ブスブスって言ったらいじめになっちゃうから、そうです、大抵そのブスいじりされる子ってそこそこ可愛い、絶世の美女じゃないんだけどそこそこ可愛くて、ちょっとパーツが崩れてるってぐらいなんだよね。はい、まあ、そういう子ってテレビで周りに可愛い子がいっぱい出てて、ブスキャラの子がいるとブスなんだって見てる人思い込むんだけど、実際その子が単体で目の前にいると、あれ、この子ブスって言われてるけど結構可愛いじゃんって思うんだよね。そうそう、そう言われるとそうな気がします。そうだね、勝手に自分の中でハードルを下げてたんだけど、実際会ってみると、あの一般人と比べると結構可愛くて、あ、可愛いじゃんって言って、それでテレビで見るより可愛いって思ってしまったりすることもあるし、はい、逆にそのテレビでは絶世の美女とか可愛い可愛いって言われてるキャラでも、実際目の前にしてみると結構肌が荒れてて汚かったりとか、小じわが目立ったりして、そんなにオーラも感じなくて、ああ、大して可愛くないなって、言うほど美人じゃないなって思うこともありますんで、それは勝手に自分の中でハードルを上げすぎてて、目の前にしたら実物を見て、分かるっていう感じですよね。そうですね。うん、自分のハードルっていうのもやっぱり、そうそう、あります。っていうことなんですね。うん、はい、あとまあキャラクター的にも、芸能人って結局自分のキャラでキャラを売ってお金を稼ぐっていう商売をしてるから、よく毒舌キャラとか、ちょっとなんたら塩対応キャラとか、対応が悪い、人いるじゃないですか、はい、そういう人って実際会ってみるとすごいいい人だったりするんですよ。本当にいい人じゃないとね、そういう毒舌キャラとかできないですよ。やっぱり全体が分かっててこそ毒舌を言って受けられるわけで、本当に性格が悪くて人の悪口ばっかり言う人なんてただの嫌われ者になるから、毒舌キャラってやっぱり本当に面白い要素があったり、人のいいところと悪いところをしっかり 見抜いて周りをうまく回していける人が多いから、実際ね、毒舌キャラの人とかそういうちょっとツンデレキャラとかそういう人あってもすごいいい人なのね。で、いい人だとやっぱり見た目もよく見えるんですよ。そう、性格いい人、悪い人よりもね、いい人の方がビジュアルもよく見えちゃうんだよね。だから、あ、この人いい人じゃん、でも結構美人じゃん、可愛いじゃんって思うっていうのもありますわね。そう。で、同じようにその団子鼻キャラとか顎がしゃくれてるのを売りにしてるキャラのアイドルとか、モデルさんとか、女優さんとかもいるんだけど、実際会ってみるとすごい顔ちっちゃくて、団子鼻とか顎のしゃくれとかも目立たなかったりとかするわけですよね。うん、テレビで周りのすごい美人な女優さんとかアイドルとかと比べると多少顎が出てたり多少団子鼻だけど、実際会ってみると全然そんな違和感を感じなくて、すごい普通に可愛いじゃんって思うこともあるから、
そうですね。そう、結局テレビで見るあの人と実際に目の前に、はい、なんて見るのって全然条件が違うから、はい、うん、大抵テレビで活躍してる人たちを目の前にしてみると、思ったより体が細いじゃんって、ちっちゃいじゃんって、顔もちっちゃいじゃんって思うことが多いですよね。そうですね。うん、そうですね。先生はあのいろんな方にお会いになられているので、うん、やっぱりそういったことを直接教えていただけると納得できますね。ありがとうございます。そう。ありがとうございます。うん、ということでね、まあ、はい、肌が綺麗な人の方が、そうね、実際会ってみていいなと思うし、はい、あとね、顔が整っててすごい美人なんだけど、はい、ちょっとパーツの一つ一つがちょっと地味な人っているよね、はい、気持ち目がちっちゃくてちょっと鼻もそんな高くなくて、顔ものっぺりしてて、はい、整ってんだけど地味な顔の人っているんですよ、そういう人テレビで見るとパッとしないんですよ。周りはもっと派手な強調されたパーツの芸能人がいっぱいいるから、もうそういう地味な顔でも、はい、実際目の前にしてみるとすごい整ってて美人だなって感じることもあるから、だから地味顔で整ってる人って、はい、テレビの世界では損なんだよね。でもまあ普通の社会ではモテますけどね。うん、そうそうそう、そう、うん、そう、やっぱりテレビ顔、テレビに、うん、で入る顔っていうのがありますよね。やっぱりパーツがね、大きい方がいいですね、はい、特に目、はい、目が大きくて、あと、まあ、鼻もある程度立体感がある方がいいですよね、高さがあって、鼻はペチャだと全体的にのっぺりしてて、はい、なんか強調がない顔になっちゃうんだよね。なんか訴えるものがない顔になってしまうんだよね、はい、主張がない顔になっちゃうね、うん、まあ、あと同じようにファッション雑誌とかの、モデルさんとかも見ても、はい、すごく修正してるし、肌の汚いとかも全部ライトで飛ばしてコンピューターで修正してるから、はい、ファッション雑誌でモデルさんとか見て、あ、すごい可愛いと思って、実際実物見てみると結構肌が荒れてて、はい、あ、そんな可愛くないなっていうのもありますよね。特にギャル系のモデルさんとかね、そうだから雑誌で見てる可愛い人でも実際会ってみるとそんな可愛くないし、はい、逆に雑誌で見ててそんな可愛くないなって思っても実際見ると可愛かったりするところもあって、はい、まあ、雑誌も、ね、本で見る、写真で見る女の子も実際会ってみるのとはやっぱり条件が違いますんでね、テレビの場合と同じですよね、そうなんですね、はい、はい、まあそんなところです、はい、はい、よくわかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。